皆さんこんにちは、ベンバックスです。デイトナマニアのですね、デニスムーブメントの本が、今日やってきました。でですね、結構分厚いですね。4,000円、結構お高いですよね。自分では大体把握してたと思ったんですけれども、意外にこれがね、細分化されてましてね、ネタバレしちゃうとあれなんで、読んでいただくと分かるんですけれども、16520のデイトナですね。いやー、こんなに種類があるのかと思ってね、びっくりしました。で、そうですね、ゼニス社のエルプリメロとも比較してますけれども、大体同じような感じですけれども、そうですね、配列は同じ感じですけど、やっぱり、ロレックスの方が、ロレックスと比べるとちょっと部品がの、厚みが違ったりとかしてますね。そういうところでなんかこう、なんですかね、200点ぐらい、ロレックスの方で部品作って、入れて、それで完成させたという話を聞きましたんで、そういう違いが出て、当然かなというふうには思います。いや、これもう本当にね、すごいですよ。なんかもうベゼルから何から、いろんな種類があって、こんなにあるんだなと思ってびっくりしました。分解図までねあってね、なんていうんですか、パーツの一点一点こう 何の歯車とか、これがピラーホイールとかなんかね、こう全部書いてありますね。で、P 品番とか高いですけれども、 P 品番でもなんか文字盤が違ったりとかですね、そうですね。で、ブラウンアイなんてありますけれども、あれ S 品番とかダブル品番だけだと思ってたんですけれども、もう違うモデルでも焼けてましたね。トリチウムじゃないやつとかともですね、そんなこと言っちゃうとまあいけないんですけれどもね。で、これも、ロレックス社の自分たちで設計したムーブメントじゃないんですけれども、そうですね、これもう逆録の文字盤とか、初期の滝メーターがね、200滝とか、225滝とかねありますけれども、それだけじゃなくてね、後期の方の、P とか A とか、あの辺りでも違いが出てるっていうのはね、この本読んで そんなに違いがあったのかと思って、いや、ベゼルの部分だけでもね、びっくりしましたね。ちゃんとこれ整合が取れてるのかなと思っちゃいますよね。普通に買った分だと本当にこれでちゃんとオリジナルなのかっていうふうなのはちょっと疑っちゃう、中古屋さんで買っちゃうと疑っちゃうところありますね。この時代のムーブメントっていう、ムーブメントじゃないです、すいません、デイトナっていうのは、今みたいな、何ですかね、自社ムーブではないので、一回ゼニス社から、400という、キャリバー400という、ものをもら、買ってからですね、それから作るわけですから、ストアしていくのにね、時間がかかるっていうのが、最大のネックで、この、で、またこのデイトナはですね、手巻きのデイトナが終わってから、
初の自動巻きのムーブメントということで出たわけなんですけれども、まあその今爆発したきっかけというのは、まあ、イタリアのボーグっていう雑誌の、表紙を飾ったのがこのデイトナで、それで、まあ、一気に火がついたというのが、そういう、世界の腕時計に書いてありましたね。やっぱり自分ちょっと今日まあ、ここにないんですけれども、僕の時計が売ったわけじゃなくてですね、ちょっとちょっと調子が悪くてですね、今修理に出してるっていうところですね。まあちゃんと治って帰ってくるといいんですけれども、まあ治るでしょう多分。はい、で先ほどですね、日本ロレックスの方に聞きましたら、供給部品の供給がですね、前25年ぐらいだったんですけれども、今は35年だっていうふうに言われました。なんで、ドンと構えてて、いいのかなと思って、35年というと2000年に生産終了しましたんで、35年というと2035年、21年、今21年ですから、あと14年ですか、14年っていうと僕がもう70ぐらいになってるますからね。それからまあどっかやってくれるところ見つけて、まあオーバーホール定期的にね、やっていけたらなと思っております。本当にね、今日預けて、僕の手元じゃなくて向こうの手元、オーバーホールするところの方にこう渡っていった時にパッと見たらやっぱオーラがありますね。自分の手元に来ちゃうとね、なんかそんなあれでもないんですけども、向こうにこう置いてあると、あ、なんかオーラがあるなっていう、やっぱりクロノグラフの最高峰かなっていうふうに思っちゃいますね。あとこの後にね、4130っていう機械が出たんですけれども、まあそうするとこの本とは関係ない話になってしまうんですけれども、4130ムーブメントなんですが、ロレックスは、そもそも自社ムーブなんか作るっていうことは考えてなかったらしいんですね。でこれ誰の発言かと言いますと、ツイッターでですね、クロノスの日本版のクロノスの編集長さんからのツイートがありまして、でそれでですね、まあいろいろ質問してみたんですけれども、ロレックスは、ゼニスのエル・プリメロっていう機械と、あとフレデリック・ピゲの1185というムーブメントと、あとエタの7750、まあ7750はちょっと候補から外れてしまいますけれども、高級時計に使われているフレデリック・ピゲの1185、これを、買いたいということを、ですね、ジャン・クロード・ビーバーっていう人、責任者がいたわけなんですけれども、その人に、打診しましたら一切りされて売ってやんねえって言われたらしいんですよ。でそれで、1185のキャリバームーブメントの、ダメなところを片っ端から潰して、それで、4130が誕生したと、まあ、そういう流れらしいですね。
後のその方は後のウブロの社長で、ウブロをもう高級路線でガーッと持ち上げてきた方が、ジャン・クロード・ビバーっていう方です。で、その後、ブランパンを復興させた方で、また、ウブロの、社長さんを2019年までやってた方らしいんですね。で、そういういきさつがあって、ロレックスが、自分たちで、ムーブメントを4130を作ったと、そういうことらしいので、多分ですね、4130はかなりロングランになると思います。そのフレデリック・ピゲのベースで作ってるものですから、そんなにクロノグラフの機構なんてそんなにあるわけではないですよね。エタの、7750だって、エタ、ね、他の77なんとかとかいろいろありますけれども、そんなにバリエーションはないので、機構の、バリエーションはないので、多分4130っていうのはムーブメントはそんなに変えないでいくんじゃないかなと思っております。ちょっと余談ですけれども、ちょっと今日はそんな感じで終わろうと思います。早速来ちゃいまして、読んで非常に4000円の価値はありますね。あります。予約してない方は、買ってみて、とりあえず立ち読みして、買ってみたらいいかなと思います。手に入んなくて、つまんねえやと思うかもしれない方もいらっしゃるかと思いますけれども、俺は現行の、パンダの、116500LN ですか、の白、または黒が、そっちの方がいいという方もいらっしゃると思いますので、押し付けがましくはしませんけれども、こういうものもあったということで、これはこれで、なかなかの楽しみになると思います。じゃあ、今日はこの辺で失礼いたします。どうも失礼いたします。ありがとうございます。